ダーニー・ハリスンはイングランド・ウィンザー出身のロックミュージシャン。ザ・ビートルズのジョージ・ハリスンの長男。容姿と歌声が父親の若い時に似ており、ポール・マッカートニーはジョージが昔の姿のままここにいるみたいだと評している。愛称、ダニー。2009年のダーニー1978年に元ビートルズのジョージ・ハリスンとメキシコ系アメリカ人、女性。 オリビア・トリニアード・アリアスが結婚し、同年に長男として誕生。1991年12月17日、ジョージ・ウィズ、エリック・クラプトンの日本公演で、アンコール曲で二人と一緒にギターを弾いている。2001年11月29日に、ガンにて、父、ジョージが死去。父の死後、制作途中の最後のアルバム、ブレインウォッシュド・をプロデューサーである。 ジェフリンと協力して編集し直し完成させた。一周期にあたる2002年11月29日に、ジョージの追悼ライブイベント、コンサート4ジョージを開催し、元ビートルズのポール・マッカートニー、リンゴスター、ジョージの親友だったエリック・クラプトンなど多数が出演する。2006年4月に、二人組ユニットセヌーの2を結成し、活動を始める。オリバー・ヘックスと組んでいる。 代表曲に、Choose for What You Are Watching 2007年12月に発売されたウータンクランの5枚目のアルバム 8Diagrams 収録の The Heart リ e n ィ r y Weeps にエリカバル、ジョン・フルシアンテと共に客演。世界初のビートルズの公式カバー曲として話題になる。ありがとうございます。